それでは本日の聖書箇所をお読みいたします本日の聖書箇所は新約聖書、ヨハネによる福音書17章11節から19節までです。交互約聖書でお読みいたします。ヨハネによる福音書17章11節から。私はもうこの世にはいなくなりますが。 彼らはこの世に残っており、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に賜った皆によって彼らを守ってください。それは私たちが一つであるように、彼らも一つになるためであります。私が彼らと一緒にいた間は、あなたからいただいた皆によって彼らを守り、また保護して参りました。彼らのうち誰も滅びず、ただ滅びの子だけが滅びました。 それは聖書が成就するためでした。今私は身元に参ります。そして世にいる間にこれらのことを語るのは私の喜びが彼らのうちに満ちあふれるためであります。私は彼らに御言葉を与えましたが世は彼らを憎みました。私が世のものでないように彼らも世のものではないからです。私がお願いするのは 彼らを世から取り去ることではなく彼らを悪しき者から守ってくださることであります私が世のものでないように彼らも世のものではありません真理によって彼らを性別してくださいあなたの御言葉は真理でありますあなたが私を世に遣わされたように私も彼らを世に遣わしましたまた彼らが真理によって性別されるように 彼らのため私自身を性別いたしますアーメンここまでです本日はこの聖書箇所から派遣の祈りと題しまして西郡牧師にメッセージを語っていただきますよろしくお願いいたします はい皆さんおはようございますこんにちはでしょうかねこんにちは今日このようにして共に礼拝をさせていたことを心から感謝いたします、えー、今日はですね今読んでいただきました聖書の箇所、えー、ヨハネの17章の11節から19節を通して派遣の祈りという題でメッセージをさせていただきます、えー、今月の まあ終わりからですね4月にかけてまあ帰国される方や引っ越される方が何人かいらっしゃいますえまた数か月経つとえ各地の大学に進む皆さんはまた私たちはお送りするんだなというふうに思いますねえ私たちにお送りするのは寂しいですが本当に新しい歩みのためにお祈りしてお送りしたいと思います そんな方々のことを覚えながら皆さん私たちが送り出すその最後の祈り、まあ、これから送り出すというお祈りの時にはどんなことを祈りたいと思われますかどんなことをお祈りしたいと思われるでしょうか今日はイエス様が弟子たちを残して去っていかれる前に 弟子たたたちのために祈祈られりりであります。イエス様ご自身が去っていかれるのでありますがそれはまたイエス様が,イエス様がね弟子たちのもとを去っていかれるわけでありますけれどもそれはまた弟子たちを派遣する新しく弟子たちを派遣する祈りでもあるのであります今までは私が共に歩んできた 目に見える、手で触れることができる、またその声をこの耳で聞くことができる存在として、イエス様が弟子たちと共に歩んできたのですけれども、これからいよいよ、弟子たちが、イエス様が弟子たちのもとを去っていって、弟子たちが世に使わされていく、その時に、イエス様がです、ね、神様に、神様、助けてください。 神様を守ってください、彼らを支えてください、そのように祈られた祈りが、今日の、えー、先ほど読んでいただきました、もう実はですね、17章、最初から最後までその祈りなんですけれども、特に今日読んでいただいたところが、その中心的な部分なわけですね。今日はこの祈りを通して、今もイエス様は私たちのために取りなしをしてくださる。 私たちに心を向けて共に歩み守り支えてくださる方なのだということをお話ししたいと思うのでありますまたそれを通して私たちはどのような思いでこの世に出ていけばいいのか私たちが日々ですね世に出ていくわけでありますけれどもその時にイエス様はこういう思いで私たちを送り出してくださっているんだだから私たちは このような思いで出て行こう、そのことをお話ししたいと思うのであります。今日も3つのポイントでお話をします。第一が、性別される私たち。2番目が、世に使わされる私たち。3番目が、悪しき者から守られる私たち。この3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、性別される私たちということです。 神様は私たちを性別してこの世に使わせてくださるんだということですね。イエス様、こういうふうにおいわ祈られました。17節、真偽によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真偽で,であります。そのように祈られました。まあ、19節にもですね、えー、19節、そうですね、ちょっと準備が。 あのちょっとミスをししたかもしれません19節この最後のところでありますが、また彼らが真偽によって性別され,されるように、彼らのために私自身を性別いたしますというふうにイエス様は祈られたんですね。イエス様は彼らを性別してください、性別ってことをおっしゃいました。皆さん、性別っていう言葉は、なかなか他のところで聞く言葉ではありませんね。この分分かれる清く分けるけ そういういいい言葉はあんままり出たこと見たこといとがな思います。コンピューターの漢字変換でも出てこないこれはですねどういうことかというと神様のために取り分けるという意味です性別するというのは神様のために特別に取っておくという意味ですですから例えばですねこの皆さんの前にこの一番前にですねこれは生産式の ごめんなさい洗礼式のための,この水をためるお盆があるのでありますがこれは洗礼式のために特別に取ってあるあちょっとこうちょうどいい台があったなって言ってです、ね、この台,に台の上に乗って作業するじはないわけであちょっとちょうどいい水をためる器があったなこの器、あのー、水をためてこの,おのねの草に水、あのー、植木鉢に水をあげようとそういうことには使わない聖なる。 性別してああるわけであります特別扱いする、神様のために、他のためには使わないで、神様のためにに特別とってやる皆さん、日曜日のことを誠実というふうに言う場合がありますね、えー、礼拝のことを誠実礼拝という教会もあります。 私たちもですね、成立礼拝と言ったり、主日礼拝と言ったり私は主日礼拝というふうに言うことが多いんですけれども、成立礼拝って言っている教会もたくさんあると思いますね、どういうことかというと、これは日曜日を特別な日、他のことをやめて、神様を礼拝するために使います、特別な日として守ります、取り分けておきますという意味で、成立礼拝という言葉を使うわけです。 ですから、性別するというときに、それは神様のために取り分ける。神様、この人たちを、この弟子たちを、この人々を、私は神様の御用のために取り分けます。そういう意味であります。イエス様が弟子たちのことを性別してくださいと祈られるときに、この人々を特別な存在として、神様のために用いてくださいということであります。取り分けて 特別に守ってくださいといとう意味でありますですから皆さんがイエス様を信じてイエス様のしもべとして歩み始めるときに私たちは神様によって神様のために歩む存在として神様から取り分けられているんだってそういうふうに言うんですねそしてあの神様が私たちのことを取り分けてくださる ととももに私たちも聖書はまた私たちもまた自分で自分自身を性別して取り分けて神様のために用いていただくんだよというふうに語っています、えー、ローマの12章の1節から2節です兄弟たちをそういうわけで神の憐れみによってあなた方に進めるあなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の身旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全くことであるかをわきまえ知るべきである。そういうふうに、この聖書は語っています。えそういういわけで、 神の荒れみによってあな,たにあなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる備え、聖なここでねり、神様のために取り分けた聖なる備え物として捧げなさい、それが礼拝だよ、ね、私たち礼拝、日曜日に礼拝捧げますというふうに言いますけど、その時に私たちは自分自身を神様のもとに持ってっている。神様は自分は神様のものです、私は神様のものですというふうに自分自身を持ってっているわけであります。 そしてここに体って書いてありますよね、大切です、この体って言葉が、あが、心だけではない、ね、皆さんこ、ね、私たち、気持ちが大切で、心が大切、だから間違あの心、もちろん心も大切なんです、でも聖書は本当に体って書いてある、具体的に、です。具体的に自分自身のこの肉体を、この体を神様のために用いていただく。 いや気持ちだけ私は礼拝ささげてますそうじゃなくて体全体で神様の前に出て礼拝をさげる私たちの体全体が神様のためなんですよって私の人生は私の歩みは私の生活はこの日々の歩みは神様のために用いられるものなんですよって自分自身を捧さげるんだそしてイエス様は彼らは世のものではありませんとおっしゃいましたけれども このね、彼らは世のものでありませんと言っていましたが世にどっぷり浸かる生き方ではなくて世に妥協しないで世の中にあっても世,の世に染まらないで世に影響を与えていくものとして生かされていく、ね、私たち世に出ていくと大変です簡単じゃない本当に大変だったのだからだけどこの世本当にこのイエス様の愛に満たされてイエス様の愛をにあふれて歩んでいこうとするときに世,世では簡単じゃないって。 そんな当たり前のようにあ,あああなたは愛にあふれてますね素晴らしいです言ってもらえない戦いがあります悩みがありますでもその中で世の色に染まらないで世に影響を与えていくものとして生かされていくのでありますでそれはどういうふうにかというとですねその土台は何かでそういうわけで それは何かっていうと、そういうわけで、ローマの手紙の最初から、このそういうわけで、このね、指示語ですかこの、そういうわけで、どういうわけでか、そういうわけで何を指しているかっていうと、その前を読まなきゃいけない。前を読むと、これは実は1章から11章まで全部読まなきゃいけない。全部読んで、何が書いてあるかというと、私たちは罪を犯している、だから神様の栄光を受けられない、神様と共に歩めない。 この地上を歩ん終わった後も天国行くことはできない。でもイエス様が私たちの罪のために十字架で死んでくださったから、この福音を信じる者は信仰によって、 救われる私たちを愛する神様の愛から私たちは引き離されることはないこんなに愛されてるんだ神の子供とされてるんだよアバチしよって神様お父ちゃんと呼べるような関係に出れられたんだよ素晴らしい歩みをさせていただけるだからこんなに素晴らしい恵みをいただいたこんなに素晴らしい愛をいただいたんだから。 だからもう本当に、ね、私たちの出発点はこ,こなんですよいつもいつも神様がこんなに愛してるんだからこんなに豊かに与えられてるんだからこんなにこの神様とお,お父さんと子供の関係に入れてもらったんだからもう抱きしめてもらってんだからだからその愛を持って喜びを持ってこの,この世の歩みは大変だろう戦いはあるだろう本当にこの神様の愛の論理が通じない世界。 そんな甘いですよって言われちゃうそういう世界の中にあっても甘いも何も本当に神様がこのようにこの世界を作られたその論理で歩んでいくようにと神様は私たちを招いて私たちを神様の愛で満たしてくださるだからあなたの実 あな,たのあなたの人生をあなたの生涯あなたの定性生活を神様に捧さげなさいと言われているのであります無理やり脅かすようにして捧さげないとだめだぞって脅かされてですねお前そんなんじゃ失格だぞってそ,のそういうふうにです、ね、この神様は言っているのではなくて神出しはあなたは神様にこんなに愛されているでしょうだから。 自分自身を取り分けて神様の働きのために用いていただくことができるんだってそれが私たちの幸いなんだというふうに語っているのでありますそしてもう一回イエス様の犬に戻りたいと思いますがイエス様の犬に戻ると17節には真偽によって彼らを性別してください私たちを取り分けるのは何か私たちを神様の御用に取り分ける何かっていうと あなたの御言葉だって、神様の御言葉だって、御言葉によって私たちは取り分けられていくて、私たちは自分の力ですね、もうちょっと一生懸命見えなきゃって、もうちょっと頑張らなきゃって、そういうふうなことではなくて、御言葉によって。 御言葉が私たちのうちに働いて御言葉が私たちのうちに語られて御言葉に触れられて私たちは神様のものとなっていくあ本当だなというふうに本当私たちこの御言葉もっと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 ,もっと本当に御言葉によってはしなていかなきゃいけないなと思いますね。 今朝も日々の御言葉を味わいながらですね日々の御言葉を読みながらああ、私たちの生涯って神様と共に歩んでいくことなんだなってもっともっと神様と共に歩むってどういうことか教えてくださいってやっぱり祈らされました、私、分かってるんだろうか。 神様と共に歩むってこういうことなんだ神様と共に歩むってこんなに素敵なんだって神様と共に歩むって本当に喜びなんだ祝福なんだって本当に私自身分かってるだろうか神様御言葉によって養ってくださいって本当に思い,思い,思いました <laughs> で,で本当にクリティカルな私たちはあのクリティカルなって言ったらいいんでしょうかもう大きな経験 この御言葉が与えられて私の人生ひっくり返りましたそういう経験も素晴らしい私もそういう経験が与えられています本当に御言葉が与えられて不安だったことをもう本当にダメだと思ったこと全然違うふうに世界が見えたこともありましたでもでもですねあのそれだけじゃなくて日々日々日々み言葉によって養われていく大切皆さん私たちね肉体の食事 ととにちょっとなぞらててて考えてみてください肉体の食事、素晴らしいね、素晴らしいビッグなもう、もうめちゃくちゃおいしい食事ももう人生を変えるような食事も素晴らしいでしょう、でも、そういうのも素晴らしいでしょう、本当に私はあの食事によって人生変わったみたいなのも素晴らしいと思いますね、でも皆さん、日常生活の中で皆さんよくないですか、そういう会話、昨日何食べたかなって。食べたか、ね 食べ,食べたことさえも忘れてるような。あ今朝何食べたかなそんなことありますよねあの私はよくありますね。朝今朝何食べたかな昨日何食べたかなで、ね、神様、見言とばもそうね。御言葉ばも今朝何読んだかな昨日何読んだかなそんなんじゃだめですよって怒られちゃう。 ところの教会ってそういうところだと思ってらっしゃるかもしれませんけどいやもちろん覚えたら覚えて素晴らしいことですよそれは本当に日々ね昨日食べ昨日読んだ聖書の言葉が今日も私を生かしている素晴らしいですよでも忘れてしまったら全然意味がないかというとそうではない私たちがに昨,日昨日食べた食事忘れていたとしても何食べたか忘れたとしてもそれが私たちの気となり肉となってこの身を生かしているように聖書の御言葉も本当にそれが もうあの言葉は本当に人生を変えるようなすごい大きな言葉だったそれも素晴らしいでもそれがそうじゃなかったとしても本当に今日読んでもう夕方にはあれ何読んだっけなってそういうことがあったとしてもその見言葉は 私たちの肉となり肉となり私たちの霊的な養いとなって私たちを気がつかないうちにも命を与え力を与えて本当に生かしてくれるんだ私たち日々心のご飯である聖書の御言葉を読んで聞いて歩んでいくときに私たちが気がつかない間にも神様私たちを性別し 私たちを作り変え、成長させてくださって、この世に使わせてくださるお方なのであります。ですから、本当に日々、いやーこんな、こんな、もうこんなの意味あるのかなと思うことがあったとしても、本当に日々、御言葉を味わいながら歩んでいかせてもらおうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。世に使わされる私たち もう第一のポイントでいくつか何回いくつかのことを、ね、お話ししましたけれども、世に使わされる、私たちはこの世に使わされているんだ、この世に使わされる、私たちはこの世のものではないってね、このイエス様おっしゃいました、私が世のものではないように、彼らも世のものではありません、彼らも世のものではありませんというふうにイエス、私たちがイエス様を信じて歩み始めたときに、私たちは世のものではない、世に従って歩んでいるのではない。 世の元気で生かされているのではないだで、でもですね、でも私たちは世から離れて生きてるんじゃない。私があなたが私を世に遣わされたように私も彼らを世に遣わしましたと祈られている。そして15節では、えー、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることじゃないって。ね本当にあの 強い生活しようと思ったらこの,この世的な生活はダメなんだというふうに思う方もいらっしゃるかもしれないけどいや、そうじゃない私たちは世から取り去られるために生かされてるんじゃないこの世で生きるようにと生かされてるんだってこの世の中で歩みなさいって生かされてるんだって世のものではないんだけれどもこの世の原理で生きてるんじゃないんだけど世にどっぷりじゃないんだけどでも この世から離れて、もうこの世,この世を離れした生活をしなさいそうじゃなきゃいけませんよって、そうじゃないんです。イエス様は私たちに世に生きなさいって言ってる。私たちは世から逃げて、この世のとの関係を避けて生きるのではない、この世の中で生きる、この世に使わされて、この世での使命に生きるのであります。 時々ですね、クリスチャンが書いた文章の中でですね、伝道の最前線で働いている牧師伝道者のために祈りましょうとかですね、そういうふうに書いてあることがある。まあまあ、そういうふうにあこともあるのかなと思ったりもするんですけど、まあ、祈ってくださるのは感謝であります。でもそれは本当かなと思います。牧師の働きというのは伝道の後方支援なんじゃないかなって思うときが。 教会のお一人お一人がここから出ていくこの教会のドアのねひところこの教会も貼ってありました教会のドアにこのあなたはこれからミッションフィールドに出ていくんですその出口,出口のドアの内側に入ってあってそこを出るとここからミッションフィールドなんですよ私たちが教会のドアの向こう側に行くときにそこは殿堂の最前線。 私たちは家庭に帰っていくときに、職場に出ていくときに、友人関係の中で生きるときに、そこが伝道の最前線で、牧師伝道者はその後方支援でサポートして励まして、養って、祈って、支えていく、それが教会のあるべき姿なんじゃないかなと思うんであります。もちろん、牧師も出ていかなきゃいけないもっとで、もっともっと出ていかなきゃいけないと思います。ででももあくくまでも世に使わされていくそのの働きの中心は ここに集っている皆さんであり、あなたであります。お一人お一人です。その一人一人が出ていくときに、イエス様は祈ってくださる。そしてこの今日のところにはそう書いくそのことがクリアに出てないんですけれども、他の聖書箇所に見るならば、このその一人一人が出ていくときにイエス様は祈っていや彼らを守ってくださいって祈るだけではなくて。 他のところを見るならばイエス様は私たちが行く時に先に行って見業を進めてくださる私は世の終わりまであなた方と共にいるってあなた方を使わすよその行くところ私はいつも一緒にいるからねってイエス様はおっしゃいましただから恐れなくていい肩に力を入れてガチガチにならなくていいイエス様は私たちを用いてくださるのであります そして、イエス様の弟子として歩む道は、愛していく道、愛し合う道であり、愛を表していく道です。使え合い、人々に使えていく道であります。聖書は語っています、神様ご自身がこの世を愛されたって、神はその一人ごを賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人,一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 この世に自分の名前を入れなさいと言われますが、今日は正反対にこの世はこの世だって、あなたじゃないこの世だって、この世はイエス様が命を与えてくださるほど愛してくださっているようです。皆さんがもしもこの世で生きることに、このちょっとしんどいなって感じることがあるならば、その世をイエス様が愛して、神様が愛して、そこに命を懸けてくださったことを思い出してください。この世は、 私たちが恐るべき世ではなくて、私たちが見下す世でもなく、私たちが愛すべき世です。私たちが恐れて、あ、この世は大変だからなと恐れて、生きていく世ではなくて、私たちが愛すべき世であります。私たちが本当にイエス様が私たちを用いて、私たちを使わせてくださる、この愛して、愛してやまない世です。独り子であるイエス様を与えるほどまで愛してくださったようです。 私たちが単なる世のしもべではなくて、キリストのしもべとして、会社のしもべではなくて、キリストのしもべとして、仕事のしもべではなく、キリストのしもべとして、社会に使え、人々に使えていくべきようであります。俺たちはみんなと違うぞと生きるのではなくて、イエス様の愛を表すべきために、 このの世でで生きているのであります。イエス様は私たちをこの世に使わして神様がどれほど私たちのことを愛し持ちようとしてどれほど素晴らしいことをしてくださったのかそのことを表すために私たちを持ちようとしてくださっています本当にこの世に愛され使わされている意味をこの世に使わされている意味を覚えて感謝して使えていこうではありませんか 3番目のポイントに進んでいきます。3番目のポイントはですね、悪しき者から守られる私たちということです。悪しき者から守られる私たち。でこの世から逃げるのではなく、この世に使わされて生きる私たちが、この世で守られるようにとイエス様は祈ってくださっています。15節。 私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく彼らを悪しき者から守ってくださることでありますで世の中で守ってくださいとかこの世から守ってくださいでも、まあ、そういうこともイエス様の思いの中にあったと思いますがでもですね中心的なことは何かというとこの悪しき者から守ってくださいえ皆さんこの悪しき者って何でしょうかこれ あの言語を見るとねこれ定冠詞のついた単数の言葉です定冠詞のついた単数の言葉でありますからですから訳すとあの悪いやつということでありますこれはサタンとか悪魔とか言われる存在のことでありますイエス様が私たちのために祈ってくださる時に彼らをあの悪いやつサタン悪魔から彼らを「 守ってくださいといととうことです皆さん私たちが神様に従っていこうとするときにサタンは私たちの邪魔をします私たちが生ぬるくて私たちがもう本当に、あのー、気の抜けたコーラのような生き方をしてるときはこの、えーえー、サタンもですねそんなに気にしない。 でもですね、私たちが本当にイエス様に愛されて素晴らしい感謝思って歩んでいくときにですね、サタンはですね、私たちに攻撃をしてきます。そのサタンの攻撃から私たちは守られますように。彼らは私のしもべとして、性別されてこの世に出ていくんです。この世から逃げるんだったらサタンの攻撃ないかもしれない。またこの世の世 に染ままっってししうんだったらサタンの攻撃じゃなないいかもしれないでも彼らが私のしもべとして性別されてこの世に出ていくんですだからサタンを攻撃してきますだから守ってくださいそのようにイエス様は祈られましたサタンは実に私たちを実に巧妙に攻撃してきます分かりやすい誘惑だけではなくもっと絶妙な攻撃をしてくるのが聖書に出てきます ですから、その攻撃方法を知っていくことはとても大切です。まあ、それをですね、サタンの攻撃はこんなのがあるって、コンプレヘンシブにこのお話をしようと思うと、もうこれは大変なことになってしまいますので、今日も聖書に出てくる主なサタンの攻撃方法を2つだけご紹介したいと思います。紹介というか、1つだけ、2つだけお話をして、ああ、これに注意しましょうということをお話したいと思います。まず第1は、神様に対する不信感を植え付けようとします。 神様なんて信じたって何もいいことはないとか神様はあなたのことを何とも思ってないとか神様は現実で社会には何の力もないとかそう言って私たちが神様に信頼しないようにともっと自分を信じてもっと自分の力でやっていけ神様なんていないんだと思わせる最後は自分が神様になればいいじゃないか自分の力でやっていけばいいじゃないかというのであり 創世記の第3章で、サタンが、蛇、まあね、蛇が書いてありますが、まあ、サタンが人間が罪を犯したときにこの言った言葉、まさにそれです。これを食べても、あなたは死なないよ、神様はそう言ったけど、そんなことは起こんないよ、そんなことをね、神様はそう言ったっそんな神様の言葉なんて信じちゃだめだよ。自分が神様になる、これ食べたらね、あなたが神様になれるんだよ、そっちの方がいいじゃん言ったんですよ。 それで彼らは罪を犯した。神様は意地悪で言っている。神様の言った通りにならない。あなたが神のようになるんだよ。そういうふうに言いました。これがサタンの攻撃の一つの方法です。神様に対する不信感を、神様なんて信じたってしょうがないよ。その不信感を植え付けようとしています。そして自分の力で生きるようにと。 サタンは私たちを攻撃してきます。もう一つは、お前はだめだ、攻撃ですね。お前はだめだと私たちを攻撃して落ち込ませようとします。まあ、サタンは別名、責めるものでありますから、お前は罪深い、神様だってあきれているに違いない。お前なんかだめだ。お前は救われない。そのように攻撃してきます。サタンは、 私たちが生き生きと喜んで主に仕えているのが大嫌いです。私たちが落ち込んで自分はダメだ、神様はお役になんか立てないと思うとサタンは大喜びします。ですから、このサタンの攻撃から、 私たちね、本当に守れなきゃいけないな。このサタンの攻撃から守れんと、イエス様は祈ってくださる。もう私たちもちろん、み言葉にやって戦うわけであります。いや、だけど、聖書にこう書いてあるだろうってイエス様もそうでしたね。聖書にこう書いてあるだろう。神様はこうおっしゃってるだろうって。そんな言葉に耳を傾けないぞ、私は。って。サタンとの戦い、御言葉が大切なんですけれども、でも、イエス様はとにかく私たちが守られるようにと、彼らを、彼らを悪しき者から守ってくださいというふうにお祈りされた。 私たちは今、お互いのために何を求めるでしょうか。私たちは本当にお互いのために何を求めているでしょうか。今はどれほど信仰が認めてられているんでしょうか、まだまだ難しいのだと思いますが、昔の中国、少しまあ10年、10年、20年前の中国、今よりももっと信仰の自由が認められてなかった議題でありますが。 中国のクリスチャンの指導者たちが世界のクリスチャンの指導者たちにクリスチャンの世,界世界のクリスチャンにこの祈りのリクエストを出しました。今私たちは信仰の自由がなく共産党が言ってほしいことを言わない教会は迫害されてます。ね、あの一応、あの教会公認教会ってありますよね。共産党の言うことを聞,とととを聞いて可能、 公認教会がありますねそうでない教会は迫害されています皆さん私たちのために祈ってくださいでも迫害がなくなるように祈らないでくださいそうではなくて迫害の中でもイエス様を信じて大胆に伝統できるように祈ってくださいそのようにリクエストを 出したそうであります皆さん最近のこのウクライナの情勢を見ながらもウクライナの教会の祈祷課題が届く時がありますそんな中で安全のために食べ物のために戦争が終わるようにそういうことも祈祷課題としてありられていましたでもそれとともに私たちの一番の願いは私たちが正しい情報を得て正しい判断をすることができますようにそういう祈りでした。 皆さん、私たちはどうでしょうか私たちはお互いの健康のためにも祈ります。癒しのためにも祈ります。お仕事のために必要が満たされるように、家族のために祈ります。でも、それらよりももっと私たちに必要な祈りは、このイエス様が私たちのために、弟子たちのために祈られたような祈りではないでしょうか 私たちがサタンの攻撃から守られて、惑わされないで、骨抜きにならないで、主のしもべとして歩んでいくことができるように。イエス様が私たちのために、霊的な守りを祈られたように、私たちも互いに、その霊的な守り、本当に主のしもべとして歩むことができますように、主に性別された者として、この世に出ていくことができますように。 そのようにお互いのために祈ろうじゃありませんかそして私たちそれぞれが主のしもべとして主に性別された者として御言葉によって生かされている者としてこの世に出ていこうではありませんかお祈りをいたしましょう愛する天皇とさま ありがとうございます。あなたが私たちを愛し私たちのために命まで捨ててくださり救いの道を開いてくださったことを心から感謝をいたしますそして私たちをこの世に使わされました私たちがこの世から離れて自分たちだけで自分たちの居心地がいい 生き方をするのではなくてこの世に出ていきなさいと神様の愛を伝える器として神様の愛を生きる者としてこの世に使わされていることをイエス様の福音を伝えるものとしてこのように生かされていることを覚えます主よどうか助けてください本当に戦いがあります悩みがあります 骨抜きにされれてしまままうことがあありりす。す。妥協を強いられる場面もありますそのような中で、本当にあなたを主として、あなたを私たちの王として、あなたに従っていくことができますように、あなたの愛に満たされて、あなたの愛を伝える器として、私たちを用いてくださいますように、お願いを申し上げます。 悪しきものから守ってください。日々、私たちがあなたに従っていこうとするときに、あなたの栄光が現,わ現れていくことを見ようとするときに、サタンは本気になって攻撃をしていきます。ですから、主をどうか私たちを守ってくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン